今回は皆さんと一緒にイベントストーリーの方を見ていこうと思います。じゃあ行きます。公暦2018年、エリア11総督ナナリビブリタニアの提唱した行政特区日本によって、その存在意義を危ぶまれた黒の騎士団は100万人の日本人を連れて日本を脱出した。なるほど、100万の奇跡のところか。彼らが向かったのは中華連邦、世界最大の人口を誇る連合国家。しかし、その実際はすでに老人と言っていい。国家の象徴たる天使、その地位を陰で操る支配層は専横を極めており、人民は貧困と停滞にその活力を奪われていた。時の権力者大宦官は日本人のために人工島を貸し与えた。しかし、これに彼らの政治的意味があった。なんかあったっけ。神聖ブリタニア帝国の第一王子オデュツセウスと中華連邦の象徴たる天使の政略結婚ありますね。まだだよね、タイミング的に。この結婚がなされれば、黒の騎士団と100万人の日本人はブリタニアの手に渡る。世界を支配する三大勢力のうち二つが政略結婚によって一つになろうとしているこの合衆国日本の最大の危機に、ゼロはどのように動こうというのか。はい。あ、来た。しょっぱな玉木ね。どうすんのよ、ゼロ。このままじゃ俺たち。確かに。天使とオデュッセウスの婚姻は我々にとって大きな障害だ。しかし、我々黒の騎士団がなすべきことは何だ？そんなの決まってるだろう。日本を取り戻すことが。間違っているぞ、奥義。この一年で我々の信念を忘れたのか？あ、正義だろ？正義を実行することや。はぁ？何言ってんのさ。そうだ。私たちの目的は日本の奪回以外に。いや、ゼロの言う通りだ。俺たち黒の騎士団がすべきなのは日本を取り戻すことじゃない。副司令まで何を？ゼロ、もしかして私たちがすべきことって。みんな薄々感づいてるね。そうだ。我々黒の騎士団は正義の味方。なすべきことは正義だ。中華連邦が最大の人口を誇っているのは皆も知ってのことだろう。しかし、その多くの民は貧困にあえいでいる。はい。民の多くは重い税をかけられ、大宦官の息のかかった官僚や軍人がその富を独占しています。ここ数年は特にね。今の天使になって大宦官が好き放題するようになって、よりひどくなってしまったのさ。これを見てくれ。大宦官たち、中央政府は重い税を強いるばかりで、地方の災害や他国からの侵攻には目も向けない。すごいな。それどころか大宦官に取り入ろうと、それどころか大宦官に取り入ろうと、さらに重い税をかけている地方役人もいるぐらいさと。やりたい放題ってことやな。外国人のことだからってこんな横暴を見過ごしていいのかい？俺にはそんなことできない。扇様になってきたね。うん、副司令の言う通りだな。支配者の圧政に苦しんでいたのは我らも同じ。彼らの苦しさは痛いほどわかる。東堂さん、ここ仲いいね。そうか、正義をなすとはそういうことか。弱き者を救う。違うだろう、血は。東堂がそっち行ったからやん。確かにそれって僕たちのやるべきことなのかもね。朝比奈もや、お前もや。東堂行くところに施政権ありって言ってたしね。ふむ、そういうことですか。それなら例の計画にもつながる。あれかな、新民放棄のやつか。よし、やってやろうぜ。そんで中華連邦に俺たちが必要だって認めさせるんでいい。ほんと玉木は調子いい。いっつも調子乗っててほしいよ。それはちょっと違うと思いますけど。ゼロ、やろう。俺たちで中華連邦の人を助ける。うん。それでは各員、作戦指示を出す。
準備に取り掛かってくれ。了解。了解。了解。ゼロ番隊は前期出撃。次は3番隊の出撃を急げ。羽根付きはエナジーの消費が早い。予備のエナジーフィラーの積み込みを忘れるな。移動用のトレーラーを回せ。ナイトメアの積み込みを始める。うん、了解だ。では、あとは任せる。各地に団員を送り始めたのか。やけに急ぐんだな。あ、この国は各地の有力者による圧政が横行している。例の計画のために、民衆の解散は、解放は最優先だ。例の計画、民衆による反乱か。長きにわたる大官柄の圧政によって、この国の民衆の不満は爆発寸前だ。これを利用しない手はない。しかし、ここに来て、象徴たる天使とブリタニアの王子の婚姻。大官たちは、天使を使って国ごと売り払おうとしている。とんでもねえな。散々甘い汁すすっといて。なんとも都合のいい話だな。ほんまよ。こんなことを思いつくのは一人しかいない。ブリタニアの最初、シュナイゼルしかな。もともと中華連邦との和平は目論んでいたのだろうが、このタイミングで婚姻に踏み切ったのは意図的なものだろう。狙いは黒の騎士団か？確実にな。玉木の言う通り、結納品代わりにシュナイゼルに差し出すつもりなのだろう。玉木の発言ちゃんと聞いてくれてんだ、ルル。偉いわ。やはり、往来島の貸し与えには裏があったな。太陽ね。ゼロの貸しを作るどころか、差し出そうという腹だったとはな。シュナイゼルの提案は民衆から絞り尽くした大官ガーナにとって食いつくに格好の餌だったというわけだ。とんでもねえよ、本当に。その通りだ。だから、何としてでも、今回の天狗と、オデュッセウスの婚姻は阻止せねばならない。阻止か。しかしどうするつもりだ？息子の結婚となると、あ、王子の結婚となると、警備は厳重だ。このイカルガで乗り込むわけにもいくまい。そんなことわかっている。だから、資金所に迎え入れてもらうしかない。悪い顔してるね。迎え入れる？迎え入れる？ゼロか？そんなこと。その方法をこれから探しに行くのさ。シーツ、お前にも手伝ってもらうぞ。この国のことは、お前の方がよく知っているんだからな。やれやれ、わかったよ。では行くとしよう。出勤場へ。ノリノリですね。うん。楽しそう。ねえ、噂のあの御方にはもう会った。ねえ、ランチン様がご紹介されていた宦官のランチン。ランキンじゃないんだ。ああ、あの女とも見まがうかの美貌を持つとお噂の方ね。女とも見まがうか。これは？何でも異国の雰囲気を持つ。天女のごとき微笑みをされる。ルルーシュ？天女言われとるけど。そう。高級の才女たちの間で話題が持ちきりの御方。美貌もさることながらすごく頭の良い方らしいわと。その話私も聞いた。どんな相談事もたちまち解決しちゃう。何でもやじゃん。よろずや？うん。お医者様じゃないのに、体調不良の原因を言い当てたり、亡くなった荷のありかを言い当てたりした。これって何？ギア使ったとかってこと？ギア使って、それともただルルーシュが、有能なだけ？何でもか。お？顔つきがいるね。だからさ、高級中の才女たちがひっきりなしに相談事を持ちかけているらしいわ。半分以上はそのご尊顔を拝むのが目的だろう。へえ、そんな御方なら一目でもお会いしたいものだわ。私も。ねえ、あなたたち。これはメイファ？メイファ？はんはん。
ごめんなさい。先ほどのあなたたちの話が耳に入ってしまって。その宦官の方のお話を詳しく聞かせてもらえないかしら。ああ、老衆様。おー、そんな名前にしてるんか？老衆。老衆。老衆。ありがとうございました、老衆様。これでようやく眠ることができます。おー、長髪めっちゃ似合ってんね、老衆様。それはよかった。何かあったら、またいつでもどうぞ。はい、お礼はまた改めて。おー、めっちゃ似合ってる、その服も。てかさ、声優の福山潤さんも長髪にしてるよね。なんかそういう流れなの？わかんないけど。ふふ。うおー。かわいい。剣目麗しき聡明なる宦官の老衆様か。興味と関心で話好きの下女たちがやってくる。よくもまあこんなこと思いつくものだな。この資金所は閉ざされた場所だ。規律も上下関係も厳しい。本当にやってるわ。噂話程度なら可能だが、本当の悩みを打ち明ける相手がいない。しかし、大総監の確かなる後ろ盾を持ちながらも、右も左もわからない若い宦官になら多少口が軽くなるというもの。それが悩みを解決してくれるならなおさらなと。そのために、ランチンとやらにギアスをかけ、資金所に潜り込んだ。そこまで人の心理を理解しながら、女の気持ちには疎いのだから。お前は根っからの童貞気質だな。言われとるやん。老衆様。女の気持ちには疎い。うるさい。現に情報が集まっているんだから問題はない。もう、うるさいってもう否定できてないし、してないしね。いいね、ここの夫婦漫才は。まあ確かに、情報は集まっているな。私たちにとって不利な情報ばかりだが、そもそも、ブリタニアとの政略結婚の当事者たる天使には会うどころか、見ることさえ叶わない。それはこの高級で天使に使える宦官や女官たちでさえも。天使は中華連邦において神も同然だからということもあるが、おそらくは、傀儡政治を行うため、大宦官どもが外に繋がるものをすべて遮断しているから。天使様にね、神宮が、外の世界に連れて行くって約束したシーンがね。かわいそうだ、天使も。目的の天使の姿さえ拝めないのであれば、手の打ちようがないんじゃないか？そばにいる大官官どもに接触しようにも、この資金所では奴らでさえ会うのが難しい。どんだけ広いんだろうね、資金所。日本でガオハイにギアスをかけたようにはいかないぞと。あのね、ハゲのね。ルルーシュこそ、ゼロこそ私の人生ってやつね。ゼロこそ私の喜びって言ったやつか。その点についてはすでにプランを構築済みだ。効果的かつ最終フェーズにつながる手を考えてある。そのために今必要な情報はこの資金所の警備体制。今回のように俺たち、二人だけなら何とでもなるが、ナイトメアを運用するとそうもいかない。当然だな。この資金所は成長の倍以上の敷地である上、外壁に囲まれた落葉の中心にもある。たやすくナイトメアを持ち込めるような場所じゃない。そこで警備体制の隙をつくというわけだ。その通りだ。俺にはギアスがある。いや、便利やな。警備責任者を手中に収めれば侵入経路は確保できたも同然。ほんとギアス。まあ、使う人も優秀だけどね。ふっ。黒の騎士団を迎え入れてもらおうということか。それで、その警備責任者の情報を集めたいと。あ、ハン・シエン。という男。この士官が資金所の門を任されているらしい。らしい？らしいとはなんだ？この城の下女たちから聞いたんだろ？そこは問題なんだ。
このハンという男の情報があまりに少ない。居所さえも、顔さえも知っている者はいない。レアキャラってこと？それも、外敵への情報漏洩を防ぐためなのかもな。もしくは単なる臆病者か。ともかく、このハンを調べる必要がある。手がかりはあるのか？ある。梅香という、あ、違う、なんだっけ。メイファ。メイファという才女が、ハンを調べているという噂がある。才女がか。何かありそうだな。おう。まずはその、メイファと会って。難しいよ。中国の読み方。老衆様。老衆様はおられますか？ええ。どうぞ。失礼しますと。おう、来たね、メイファ。私、メイファと申します。ロシュー様に折り入ってご相談したいことが。ほう。いいね、話がトントン進むからいいよね。非常に、テンポがいい。私、メイファと申します。ロシュー様に折り入ってご相談したいことが。ほう。メイファといえば、さっき話に出ていた女か。探す手間が省けたな。そちらの方は？あ、紹介が遅れてしまったね。これは私付きの妻女で、シーツという。シーツ、そのままやん。あったんだ。名前が当てはまるのが。私はその妻女という設定に納得はしていないんだがな。かわいい。設定？いや、気にしなくていい。こう見えて口の堅い女だ。相談事も他言したりはしない。そうですか。すみません、ロシュー様。そういうことなら。相談が。あ、メイファ姉様も。先ほど相談があると言ったろ。遠慮なく話してごらん。ええ、それが。すみません、ロシュー様。ご相談が。あ、メイファ姉様もここに。千客万来だな。リンリン、どうしたの？そんなに慌てて。老衆様に失礼でしょ？リンリン？また新たな。まだ覚えやすいか。すいません。でも私どうしたらいいかわからなくて、このままじゃシャオチェンが処刑されちゃう。シャオチェンまで出てきたな。シャオチェンが処刑？どうしてそんなことに？話が見えないな。同感です。リンリンだったな。落ち着いて話を聞かせてくれないか。今のままでは解決のしようがない。はい。まず、君たちは知り合いか？はい、私もここにいる、リンリン。そして先ほど話に出た、シャオチェンも、つかさつかさの中の、衣装管理部門に在籍しておる。シャオチェンはついこの間、高級に入ったばかりの子なんですが、天使様の婚礼の衣装に傷を、天使様の？はい。でも、シャオチェンのせいじゃないんです。届いたばかりの衣装箱自体に傷がついていて、不審に思ったシャオチェンが中を確かめようと開けたら衣装に傷が。え、不可抗力やん。それを見て、荷を運んできた兵士たちがシャオチェンに責任をなすりつけたんです。最低や。いやー、かわいそう。あいつら！待て、梅か。違う、なんだっけ。待て、メイファ。開いてしまった以上、証拠がない。その兵士どもを問い詰めようと、ただの押し問答になるだけだ。言った言わない、あの論争ね。それよりも先に、衣装の状態を確認させてくれ。場合によっては何とかなるかもしれない。何とかなるんか。はい、ご案内します。傷がついたという婚礼用の衣装とはこれか。はい、ブリタニアから送られたものになります。いわゆる、ウェディングドレスというやつだな。そっか、オデュセウスとの婚姻だもんね。ああ、この腰の部分が破けてしまっているな。縫い直そうと思ったのです。私たちにブリタニアの衣装の、知識がなく、取り繕い方もわからない。メイファ姉さん、リンリーさん、私、シャオチェン。大丈夫よ、シャオチェン。あなたのせいではないわ。私が何とかするから。待て、メイファ。
このドレスはブリタニアからの贈り物だ。お前の首だけで済む話ではないと。え、メイファ姉さん、まさか私の代わりに。でもそうでもしないと。心配するな。これぐらい私が何とかしてやる。まあ見ていろ。え？おいしつ。わかっているよ。おいお前たち、ここは布切れが腐るほどあるだろう。このドレスに使われている生地に似たものを見繕って持ってこい。何を？いいからさっさとしろ。お前たち全員、首を飛ばされてもいいのか？はい、わかりました。お前も、お人よしなやつだな。ゆるしなんて、ザ、お人よしの人じゃないですか。何でもかんでも、余計なことまでね、お人よしでやっちゃうんで。そういうところだよね。ルルーシュの魅力は。その人間臭さ。その人間臭さ。そこがいいんだよね。あのメイファ、ハンのことを何か知っている。聞き出す前に死なれては困るだけだ。こういうこと言っちゃうんですよね。バレバレっつ。バレバレやってお人よしみたい。この件を何とかしないと大宦官どもに首を跳ねられかねん。跳ねられかねんからな。そういうことにしといてやるよ。おお、見透かされてるわ、シーツには。お、星が綺麗。ふむ、これでいいだろ。わあ。腰に布を足して修繕跡を見えなくしたのか。あ、腰の布を足した分、デザイン的にバランスが取れるように、胸元も少しいじらせてもらった。そうだ。この人いろんなキャラの衣装を用意してるんだったわ。そうだわ。この人、あれだ、デザイナーだ。まあ、ちょっとセンスはあれなんだけど。そういえばいろんなもの作ってたわ。ほんと器用だよね、ルルーシュは。すごい。まるで最初からこの状態だったみたいに。これなら新しい衣装だって言われてもわからない。さすがロシューさん。ブリタニアの衣服にも精通されているのですね。まあ、ブリタニア人だからね。ドレスは飽きるほど見てきたからな。ふふ、それは言えてるな。ロシューさん、この度は我々をお救いいただき、本当にありがとうございましたと。ありがとうございましたと。ロシュー様がいなければ、私たちはただ処刑を待つばかりでした。気にしなくていい。そもそもお前たちのせいではないからな。それより、私を訪ねた本来の目的があったのではないか。しかし、今回の件でお手を煩わせた上に他の相談事など。それも気にするな。こちらもメイファに聞きたいことがあったんでな。お前の方から来ずとも、ここから話しに行く予定だったんだ。私に？そうでしたか。では遠慮なく。いや、切り替え早。実は、この高級内で、神隠しが起こっている。神隠し？なんか不穏ですね。